いらっしゃい、ヘンオチということでね、今日はね、ちょっとこの魚、みんなわかるよね、これわかるかな、これね、アイゴって言うんだけど、アイゴのちっちゃいやつ、これをね、これね、釣ったやつなんだよね、釣ったやつ、これ釣ったやつをいただいたんですけども、これちっちゃいアイゴはね、あんま網に入らなくて、僕もちょっと食べたことないんだけど、その釣った人もね、これどういう風にして食べたらいいのって僕に聞かれたんで、僕はね、このちっちゃいアイゴは多分内臓とかもうまいんじゃねえかなと思うんで、とりあえず煮て食べてみようかなと思います。内臓もうまいかどうか食べてみるよっていう、そういう動画ね。ちなみにちっちゃくてもこれトゲがね、みんなこの全部のひれわかるかな、これ下、これみんなトゲあるんで気をつけてね、刺さるとダメで、この下も胸びれ以外は全部トゲがあるんで、青びれとね、気をつけてね、触るときにね、刺さると痛いよね。刺されたらね、ちょっと抜きたいお湯につけると痛みが和らぐらしいんでね、刺されたら一回試してみてね。じゃあとりあえず、煮付けやっていこうかなね、どんななのか。はい、やっていくよ。はい、じゃあね、今からね、煮付けをやるんだけど、もうさっきね、このぬめりだけ僕取っといたんで、たわしで一匹煮ればいいんで、一番このなんていうの、太っているようなやつ、これを煮ろうと思うんだけど、あと2匹はね、ちっちゃいけど、この干物もうまいってよく聞くんで、干物するね。ちょっとね、これヒレ危ないんで、最初にヒレだけ切っとくね。刺されてからでは遅いからね。はい、こうやって切っときます。下もね、ここも。はい、これ捨てるときはね、新聞紙みたいなのにくるんでね、危ないんで捨ててね。でもう一匹もね、よし、はい、ここね、毒針取ったんでね、もう触っても大丈夫。じゃあこのね、一匹はもうこれ煮て食べるんで、ちょっとこっちに置いておきます。でこの二匹はね、干物にするんで、まあ、とりあえずね、普通にここから入れて、ここのね、シャイマンでばっかり抜く。あー、でもなんかあれだな、うまそうだな、こんな感じ。あー、匂いはでも臭いな、くせえな、これくせえ。こっちもね、切るよ。やりぬっくいね、ちっちゃいから、やりぬっくい。よいしょね、こんな感じ。ちょっと内臓をね、取るね。はい、とりあえずこんな感じで、まあ、エラが取れて内臓が取れました。こっちもね、同じようにやっていくよ。多分ね、これエラ切って血抜きだけしてくれてあるみたいなんで、上手に取れんわ、包丁で。よいしょ。じゃこんな感じで、ね、取れたんで、一回ね、洗ってきます。はい、じゃあとりあえずね、これ洗ったアイゴ2匹、なんかね、めちゃめちゃ匂うんだって、これね。これとりあえず塩水ね、こうつけて明日干しておくね。めっちゃ匂うぞ、これ。はい、そしたらね、お酒、みりん、砂糖で、とりあえずスイッチオン。はい、ここにね、醤油。びっくりした、まだ火がつくじゃん。はい、 OK です。こんな感じで切れ込みだけ入れ、ま、おっしゃったね。はい、じゃあ煮ていきます。はい、じゃあ完成。汁がね、臭いな。大丈夫か、これ。こんな感じでね、完成。なんか臭いな。いただきます。ね、ちょっと不安。はい、こちらね、いただきます。身はね、身はあれ、これ結構うまいぞ、これ結構うまいよ、マジで。
これね、いただきます。うん、あ、でも苦いな、苦玉潰したんかな。ちょっと苦いところもあるね。問題はこの内臓、内臓ペロッとめくってね。さて、怖いけどね、いただきます。大丈夫だろうか。いただきます。うわー、かめかめか。これね、内臓ね、めちゃめちゃ匂う。はあ、びっくりしたな。キモいってみようかな。キモ、キモ怖いな。さっきの内臓臭かったからな、マジで。キモね、いただきます。臭っ。でも内臓のやつとこよりいいね。なんかね、匂いがみんなついちゃった。だから内臓はダメ。内臓取ってね、食べればね、この煮魚も美味しいんで、あとね、明日また干物ができたら食べて、どんな感じなのかね、感想をね、言いたいと思います。とりあえずね、煮付けは頭を取って腹を出せば多分大丈夫。内臓はダメね。じゃあとりあえず明日、バイバイ。はい、じゃあこんな感じでね、干物もね、乾いたんで、今からね、試食していくよ、焼いていくよ。はいね、干物はどうかな。よいしょ。はい、スイッチオン。はい、いい感じに焼けました。はい、こんな感じで焼けたんでね、今から食べてみるね。はい、じゃあいただきます。はい、手でね、ちょっと失礼してで、ね、切って、じゃあいただきます。若干の匂いはあるけど、結構ね、美味しい。これならね、食べれるね。ちょっと匂いがね、あるけどね、でもそんな気にならない。で、このちっちゃいエゴなんだけど、今の時期ね、脂がすごい乗ってて美味しい、うん、ちょっとね、匂いあるね、香りがね。でもつまみにね、いいよこれ。これ手で皮目のね、やっぱり独特の匂いがある。このちっちゃいエゴは今骨も食べれたんで、これ干物にしてね、食べるとちょっと匂いはあるけども美味しく食べられるんでね、もし釣ったらね、干物がいいような気がします。内臓はね、絶対食べちゃダメ。バイバイ。でもなんか、あの、内臓もうまいのがあるってことなんで、一回ね、食べてみたいなと思います。またうまい内臓があったらね、情報くださいね。バイバイ。うまいな、この干物はな。うまい。